どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス、こちらの活用方法についてですね、解説やっていきたいと思います。ユナイテッド航空のマイルであるね、マイレージプラスはですね、ユナイテッド航空がスターアイランスということで、ANA のね、特典航空券をお得にね、発券することができるということで、こちらね、ご存知の方も結構多いと思いますし、私の動画でもね、何回か解説させていただいておりますので、気になる方はね、そちらね、見ていただければなというふうに思うわけなんですけども、今回ですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスを使って、ホテルの予約、またですね、エクスカーショニストパークっていうね、特典があるわけなんですけども、こちらをですね、解説をやっていきたいと思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。まずね、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスっていうのは、ホテルの予約ができるって皆さん知っておりますかね？こちらはユナイテッド航空のね、ホームページにはあるわけなんですけども、こちら日本語サイトだとですね、出てこないわけなんですけども、言語をね、英語にしていただくとですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスを使ってですね、ホテルをね、予約することができます。で、このホテルに関してはですね、ホテルズ .com が提供しているホテルをですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスでね、利用することができるということで、ホテルズ .com にね、掲載されているホテルであれば、利用することができるっていった形に今なります。日本国内のね、ホテルであっても利用することができますし、またね、海外のホテルであってもですね、利用することができるっていった形になります。まあね、ホテルの予約ということで、マイルの利用先としてお得かどうかっていうのはですね、結構ね、微妙なラインなんですけども、SPJ アメックスだったりですね、ヒルトンアメックスのクレジットカード保有されてない方で、マイレージプラスのクレジットカードを利用していて、マイルね、貯められている方はですね、一つのね、利用方法になるかなというふうに思いますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。それではね、実際の利用方法をやっていきたいと思うんですけども、こちらはね、ユナイテッド航空のホームページっていう風になるわけなんですけども、ログインをしていただいて、このマイレージプログラムっていうのありますよね。マイレージプラスプログラムですね。こちらをクリックしていただいて、マイルの利用ですね。クリックしていただくと、こんな感じのね、ページに行きますので、下の方にね、ホテルの特典っていうのがありますよね。で、予約はこちらからっていうのがあると思うんですけども、こちらをクリックしていただきます。そうするとですね、こちらは英語サイトということで、日本語のね、表示にはできないわけなんですけども、こんな感じでね、検索することができます。ちょっと試しにね、見てみましょうか。6月の26日から6月の27日で1泊。で、この下にですね、Use Mileage Plus Mile っていうのがあると思うんですけども、こちらをね、クリックしていただきます。で、サーチをしていただくとですね、こんな感じでね、出てくるわけなんですよね。まあちょっとね、英語で見づらいかなと思うんですけども、こんな感じでね、利用することができるんですよね。で、上の方にですね、このスターの多い少ない順とかですね、ディスタンスということで、こちら場所ですかね。あとはプライス、これは価格ですね。価格も低い順、高い順みたいな感じでね、選ぶことができます。でですね、低い順とかにすると2800マイルとかね、まあ、こんな感じで利用することもできるんですよね。まあ2000後半ぐらいのね、マイルから予約ね、することができるっていった形になるんですよね。まあもちろんね、下の方にドルの表示があると思うんですけども、まあ64ドルがまあ2860マイルね、利用することができるっていった形になっておりますので、お得かどうかっていうのはね、まあ難しいところなんですけども、まあユナイテッド航空のマイルを使ってですね、ホテルを予約することができるっていう点でですね、一つね、覚えておいていただきたい活用法っていった形になります。またですね、こちらは今ね、東京でやっておりますけども、これをね、ニューヨークとかにしてもらって検索していただくとですね、海外のね、予約もすることができるっていった形になります。で、こちらもですね、プライスをローからハイにしてもらうと、一番少ないね、マイル順ということで、あ、これ高い順かないや、これは低い順になってますかね。うん、あ、出てきましたね。こんな感じでニューヨークのホテルもですね、1万7000マイルぐらいからね、利用することができますね。本当に高いホテルだと13万マイルとかね、かかるんですけども、まあ2万マイルぐらいからですね、利用することができるっていった形になります。それでは次にですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスを利用したエクスカーショニストパークっていうね、こちらの利用方法ですね。こちらね、皆さん知って
ておりますかね。私もねこちらの特典自体をね知ってたんですけども、なかなか利用方法っていうのが思いつかなくて動画もね作ってなかったんですけども、先日ですねツイッターの友人の方からですねこういった感じで利用するとねお得ですよっていう方法をね教えていただきましたので、こちらをね皆さんに解説ねやっていきたいと思います。でこのエクスカーショニストパークっていうのはですね、公式サイトにもですね日本語でこんな感じで説明が書いてあるんですよね。ちょっと読み上げちゃいますけども、エクスカーショニストパークは複数都市の周遊のご旅程の一部を適用される無料の片道特典です。会員のお客様が3つ以上の片道特典をご予約される場合に以下の条件を満たしていると、そのうちの1つの片道特典にはマイルがかかりませんということで、まあこういう感じでね記載がされておりまして、その下にねルールが記載されているっていった形になるんですよね。こちらね公式サイト概要欄に載せておきますので、気になる方はですねこちらね見ていただければなと思うわけなんですけども、こちらね簡単に要約するとですね、日本であれば羽田から沖縄で、沖縄から羽田っていうね路線を組んだ場合に、まあその間にですねこの場合であると日本以外のね片道路線が0マイルでね利用することができるっていうのがこのエクスカーショニストパークっていう特典なんですよね。ということで羽田から沖縄で、その間にですねニューヨークからシカゴ、またですね沖縄から羽田をねこの路線で組んでいただくとですね、このニューヨークからシカゴのね路線については0マイルでね発見することができるっていった形になるんですよね。まあこれねパッと聞くとねすごいお得だなっていうふうに思いますけども、まあ、羽田から沖縄で、その間にニューヨークからシカゴで、沖縄から羽田ということで、これねこの順で利用しないとこのエクスカーショニストパークっていうのは利用することができないっていった形になるんですよね。ですのでこの路線をね見ていただくと、まずニューヨークまでどうやって行くんだっていう話もあると思いますし、順番でね利用しないといけないっていうルールもありますので、なかなかね利用方法ね見つからないなと思ってたんですけども、でツイッターの友人の方にね教えていただいたのはですね、このねエクスカーショニストパークの特典を2路線ね発見すればかなりお得に利用することができるっていうことを教えていただいてですね、私ねこれ2路線発見することねできるって知らなかったんですよね。ですので路線をですね2つ発見するとですね、ちょっとね例をここら辺に、ね、出しておきますけども、羽田沖縄、まあこれが A 路線ですね。で B にニューヨークからシカゴで、 C にですね羽田から北海道っていう路線を1つ目で入れておきますよね。で2つ目の発見で沖縄から羽田、シカゴからニューヨーク、北海道から羽田ですね。でこれを2路線で組みますよね。そうするとそれぞれにねアルファベットが振ってあると思いますんで、 ADBECF っていう順で利用すればですね、順番に利用することができるっていった形になるんですよね。ですのでまず沖縄旅行を楽しんでいただいて、ニューヨークからシカゴの往復を入れていただきますよね。でその後に北海道旅行を入れていただくっていった形になるんですよね。こういった順でね利用していただければですね、順番に利用するっていうねハードルもクリアすることができるっていった形になりますし、沖縄旅行、北海道旅行をね楽しんでいただいて、その間にね海外旅行のニューヨーク旅行を入れていただくとですね、その間にシカゴもね途中で楽しめちゃうみたいなね、まあ、こんな感じで利用することができて、ニューヨークからシカゴの往復に関してはですね0マイルで利用することができるっていった形になるんですよね。まあもちろんですね、今の旅程は沖縄の往復、ニューヨークからシカゴの往復、また北海道の往復っていうのは入っておりますけども、東京からねニューヨークの路線が入ってないですよね。もちろんこれは別にね発見する必要があるわけなんですけども、まあこういった感じでね利用することができるっていった形になるんですよね。でこのねエクスカーショニストパークのね特典では、1個目のね路線のクラスが今回の発見でいうニューヨークからシカゴの座席クラスにね反映されるっていう風になりますんで、今回ですね国内で組んでおりますので普通席って
なりますよね。ですのでこのエクスコアショニストパークのね特典の利用の部分もですねエコノミークラスが反映されるっていう風になるんですよね。もちろんこの前後ですね今は国内で取っておりますけども、これを海外路線でビジネスクラスとかで取ったらですねビジネスクラスが反映されるっていった形になるわけなんですよね。まあちょっとねここは難しいかなっていう風に思うわけなんですけども、こちらもね覚えておいていただければなと思います。まあ覚えておいてねいただきたいなって思うんですけども、この本来のねこのエクスカーショニストパークの特典っていうのは本当に簡単にね利用するって考えると、ユナイテッド航空のマイルで東京からニューヨークって入れますよね。でニューヨークからシカゴの片道、まあここがねエクスカーショニストパークで無料になって、でニューヨークから東京っていう路線を組んで、このニューヨークからシカゴの片道がね無料になるっていうね、こんな感じで利用することもできるわけなんですけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスっていうのは長距離路線に関しては必要マイル数がね非常に多いんですよね。ですので日本からね考えるとですね、このユナイテッド航空のマイルで東京からニューヨークとかね、まあそういった路線っていうのは基本的にねおすすめできないんですよね。東京ニューヨークのね必要マイル数は乗り継ぎ便を選んで29時間とかかかっても片道3万5000マイルとかかかってきてしまうんですよね。まあこれが直行便とかになるとですね、エコノミークラスでも片道8万マイルとかねかかってきますんで、まあちょっとね現実的ではないかなっていうふうに思いますので、まあ理想としてはですね、先ほど2路線取りましたよね。まあこちらに別途ですね ANA マイルとか JAL マイルとかでですね日本の往復を入れて、その間にですねこのエクスカーショニストパークの特典をね利用していただくとですね、非常にねお得にアメリカ国内とかですね利用することができるのではないのかっていう風に思うわけなんですよね。まあ今回ね北米のね例で出しましたけども、まあいろんなエリアでね利用することができるっていう形になりますので、気になる方はですねぜひね検索してみていただければなと思います。まあちょっとねかなり難しいですし、またね先ほどもね言いました通り発見した順で利用していかないといけないっていうねルールがありますんで、まあハードルはねかなり高いわけなんですけども、ユナイテッド航空ねマイル貯められている方であればですね、一つね覚えておいていただきたい特典の一つだなっていうふうに思います。私もねまだユナイテッド航空のマイルっていうのはほとんどね貯めていないわけなんですけども、ちょっとねこれね実際利用してみたいなっていうふうに思っておりまして、ちょっとねユナイテッド航空のマイルもですね本格的に貯めていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。それではね実際の利用方法なんですけども、ちょっとこれにね画面出しておきます。英語のね表示になってると思うんですけども、ちょっとね私の調べ方が悪いのか、もしくはですねこちら英語じゃないともしかして出てこないのかもしれないですね。日本語でね結構検索してみたんですけども、ちょっとねこのエクスカーショニストパークのこのゼロマイルの区間が出てこなかったので、今回はね英語の画面でね解説させていただきます。ではね実際の利用方法ですね、マイレージプラスプログラムをクリックしていただいて、ユーズマイルですね。で、次のページでブックはトラベル、片道往復複数都市っていうのがあると思いますので、こちらを複数都市でクリックしていただきます。でね、ちょっとさっきね何回も検索したので検索結果はね軽く出てるんですけども、東京から札幌、2つ目ですねこちらを、ニューヨークだからニューアーク空港ですね EWR で、シカゴなので ORD でしたっけ。で、日付をですねこちらは6月7月で行ってみましょうかね。でこちらが、東京から札幌で、ニューヨークからシカゴなんで、この場合はまあここは単純往復にしましょうかね。 CTS 札幌から羽田で行きたいと思います。で出発がジュライの21、28ぐらいにしておきましょう。で、Find a Flight で検索をかけていきます。まあ、今回はね、まあ、ちょっと適当に便選んでいきますけども、一番上の 5.5 マイルで、でこれはニューヨークからシカゴですね。まあこちら見ていただける通りですね、0プラス
5.60 ドルということで0マイルになっておりますよね。ですのでこの上の方はですね、普通にマイルがかかるのが表示されるわけなんですけども、下の方にね行っていただくとこんな感じでね、0マイル 5.60 ドルっていうのが表示されると思いますので、まあこれはまあ適当にね今回選んでいきますけども、まあ、本来発券するときはねもっと慎重に選んでくださいね。でこちらが、帰りの便ですね。はい、ということで検索結果がねこんな感じで表示されてますね。ちょっと右上の方ね見ていただきたいんですけども、羽田、CTS で、ニューヨークからシカゴで、北海道から東京羽田ですね。でこれが、5.5 マイル片道ね、東京から札幌はねかかるっていった形になりますので、往復で11000マイルですよね。ですのでここはね11000マイルっていう風になってますよね。で、税金とかねその他が、まあ、5.60 ドルということで、まあこのアディショナルマイルっていうのはちょっと私がね15000マイルしか今持ってないので、まあそれ以外のねお金、それ以外のマイルの購入費用がねここに表示されておりますので、まあ、ここはね無視していただいて構わないんですけども、トータルね11000マイルで発券できていることが確認ねできるかなというふうに思います。まあこんな感じでですね、エクスカーショニストパーク、まあね聞いたことある方ね、まあ少しはねいるかなというふうに思うわけなんですけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスを貯められている方はですね、ぜひね利用してみていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの活用方法ということで、ホテルの予約、またねエクスカーショニストパークの特典についてね解説させていただいたわけなんですけども、このユナイテッド航空のマイレージプラスの貯め方っていうのはですね、またね動画作ろうかなっていうふうに思っておりますので、そちらね楽しみにしておいていただければなと思います。またですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスはですね有効期限もなしっていった形になりますし、 ANA のね特典航空券を国内線ねお得に発券することができてですね、またね特典航空券自体も誰にでもね発券することができるっていった形になりますので、お友達誘ってですねこのご自身のマイルを使って利用することもできるっていった形になりますんで、非常にね利用しやすいマイレージサービスだなっていうふうに思っておりますので、まだねマイレージプラスね貯められてないっていう方はですね、この機会ね貯めていただくのもねいいのではないのかなと思います。こんな感じで今回の動画はね終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。